おはようございます。おはようございます。あのね、テイク2っていうか撮り直してます。あの新幹線のところで撮ったんだけど、はい、音がバーッとうるさくてやめた。あのね、オファーがついに来ました。あの林監督、ついにあれですよね。そう、新しくあの伊勢さん主演の映画が今日、うん、やっぱ主演っていうことはやっぱスターっていうことで、もうこの間は付き人だなみたいな。だからね、私の付き人なんだけど、そう、周平さん自腹でも来たいなっていうことでね、本当に自腹全員巻き込めればいいなと思って。全員ですか。今回はまあ僕が一応出るとプラス青木さん、周平さんどうですかみたいな。いや、これあれです、心細いんですよね。心細いだと。だから巻き込んで僕らを。まあちょっとお願いしますね。そんな感じで。もうなんだ、ね、大変なことになりましたね。エキストラぐらいだったら僕らも全然、はいはい、ありますから。そうですね、はい、で、はい、ちょっと行きましょう、はい、行きましょう、はい。すごい、ね、台本覚えないでしょ。はい、すいませんね。うん、台本覚えます。はい、わかりました。はい、いました、いましたよ。あー、監督がはしゃいでる。はしゃいでる。着きました。はい、ここはやっぱ映しやすい。ここはどこですか。愛知県は岡崎市です。ここはあの愛知産業大学なんですね。そう、なんと、はい、僕の出身みたいな。調べましたよ。ウィキペディアに載ってたんですよ。庭みたいなもんですよ。だから結構好き勝手というか、いろいろ協力はしてくれるってことです。まあ、そうそこで今日映画を撮ろうと。だって僕らのためにこのバスまで用意していただいて。貸し切りだったんですよ。貸し切りだったんですよ。はい、来ました。ございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ああ、多いですね、今回。今回は無理っくりじゃないから。ああ、そうですね、ありがとうございます。ね、あの、総務雄一郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。来ましたよ。この日のために、ね、林監督が集めていただいた。そうだよ。ちょっとね、またこんだけ人が集まるとちょっと僕心細くなったんで、一つお願いが、まあ出るっていうのは分かってるんですけども、またなんか言うのですか。またなんかあるんですよ。この間みたいにちょっと僕一人じゃ心細いんで、ここにいるじゃないですか。どうにかこの青木っていうのもこいつか。そうそう、いや出せないかなと。僕はあの、ちょっと監督、ちょっと考えてもらえないでしょ。僕一つもうあのスタッフですから。カメラマンそう、ちょっと監督考えてください、本当お願いします。帰らせてもらおう。また見たことある。それかぶれなかった。そう、それ多分やってくれんじゃないかなと思ってね。なんでそんなことを急に言うの。あ、じゃあちょっと一人紹介しますよ。そう、今日ね、今日あの私がもう今めちゃくちゃ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 めちゃいきなり振ると思われて。誰ですか。そう、今日お手伝いで来た。はい、どうも。周平と言います。よろしくお願いします。あったかそうな。そう、ただね、この方も気持ちが強いので、何かもしよかったら何か考えていただければ。まあちょっとなんか考えてもらえば、いろいろ考えますか。監督頭いいからパパパッと考えてくれますよ、と。あんまり褒めないでね、ほんとに。まあすごい計画立ててる人だから。はい、頑張りましょう。お願いします。はい、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 青木さん頑張ってね。ちょっと待ってください。食べますよ。じゃあよ。おい、来たよ、これ。もう、マッドマックス、日本のマッドマックスはこれしかねえだろ、みたいな。よし、やりましょう。運命だから、上で来たぞっていう。